はい、どうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。友達招待キャンペーンってね、やっててなんと結構いいんだよね。招待した側も、招待された側もね、キャンペーン受け取れるということで、対象となるユーザーがね、12月9日からね7日ぶりに復帰したユーザーということで、とてもね7日ぶりでもらえるんだったらかなりいいねって感じで、報酬もね、一応ね新規にね、始める人は、招待側がガシャチケットもらえて、始めた人はね、調整コインとかいろんなコイン始めからゲットしてから始められるんで、スタミナ100、気力100とかすごいよね。よろしければね、新規の人ね、私コメント欄に招待のリンク貼っとくので、よろしければね、ダウンロードして始めてみてください。復帰は復帰か、復帰もいいじゃん。復帰ずるいな。あ、招待した人だ。あ、いいね、すいません、いいのもらえるんで、ぜひね、私のコメント欄からよろしくお願いします。でも招待された人いいな、すごいじゃん。9日間やんなきゃよかったよ。7日間か。やんなきゃよかったです。何これ、体力100とか気力100とか、頭おかしいんじゃないのっていうぐらいもらえるんで、まあぜひね、この機会に復帰してみてください。新規もね、今いいタイミングじゃないですかね。サブアカ作るのもね、今がチャンスじゃないかなと思います。というのも、まあ、無料10連ガシャがあるんでね、これも、今後はちょっと毎日楽しみたいですね。15日間あるみたいです。はい、そしてね、恵比寿がやってなかったね。恵比寿忘れてた。ちょっと恵比寿は後でいいか。恵比寿ね、恵比寿が確かね、でも今回のイベントの、特攻になってて、新ストーリーイベントね始まってるので、これもうなんかほんと忙しいね。26日までということで、27日にねアニメのワイネコじゃねえ、妖怪学園 Y のアニメが始まるので、妖怪学園 Y は映画イベントはね、なんかまあテイストが違うってのもあるけど、三国志はねやんないのかな。ちょっとガシャはね、またあの日にちをずらしてやりたいと思います。じゃあストーリーイベントね、今なんか噂によると吹雪姫サンタを簡単にみんなゲットしてるらしいね。なんかどういうこったのか、まだちょっとねなんかバタバタしててね追いついてないんだけど、吹雪姫サンタを獲得することがガシャが、あ、週が進むってやつなんだね。なんかよくわかんないけど、現在1週目ということで、なんかうまくダウンロードできないね。相変わらずダメだな。なんかよくわかんないけど、とにかく進めましょう。吹雪姫ね、正直いいよこれ、ヒーラーだね。エリクリ雪化粧ということで、氷ダメージ、なるほどね。そして国取りポイントアップもあるからね、早めにゲットしたいかなというところですね。石材料、国取りの王者みたいなスキルですね。ちょっと雪の時8、あ、ヒットポイント回復か。なんか国取り鉄の女って感じだね。はい、なのでまだちょっとね私持ってないから引けないのかな。じゃあちょっとね、この辺ね進めていきたいと思います。ちょっとなんかよくわかんないんでね、とにかくガンガン進めちゃえばいいのかな。この砂時計はどうしたらいいんだろうね。みんなもう終わったのかな。なんか結構吹雪姫ゲットしたっていう声をいろいろ聞くんだけど、やっていけばわかんのかな。お、熱き男たち、なんか群馬神がね、今まで妖怪だったのがストーリーイベントがね進んで、これ作るの大変だったろうに、いいのかね、もったいないね。なんかね26日で閉じてしまうのは。彼らは戦わずに逃げた。
あちらから囚われていた武将妖怪たちがやってきた。あ、プリー隊長たちだ。よかったね。暑いクリスマスにしてやるぜということで、少しずつね、ジバニャン劉備軍が復帰していくんだろうね。で、一応ストーリーは後でね、クリアすれば見れるんだろうね。暑苦しい武将妖怪たちばかりということで、さあ、なんか今回はね、軍マシンがやたら出てくるんだけどね。さあ、強いものや美しいものを見ると何が何でも欲しがる男、もしそれは誰？フィニャンソースの、いや、まだ確証が持てない。さあ、この調子でどんどん解放していきましょうということで、なんか今度は総比がね、総人だね、ごめんなさい。はい、どんどん行きましょう。ストーリーは多分これどんどんクリアすると 見えるんだね。今第4話目ですかね。ガンガン行こうぜ。まあきっかけはどうあれやる気があるのはいいこと。おお、なんか天意さん、 これはね、曹操を守ってね、矢を受けちゃってるから天意さんね、矢が刺さってんだよね。ということで軍マシン巨長、そして親衛隊長ね、古の名将悪雷の再来巨漢、これは確か天意さんは曹操を守るために亡くなっちゃったのかな。いいか。そして曹仁が来て、なんか軍マシンがなんか変な雰囲気分だな。軍マシン同士が何か話している。女性の武将妖怪が囚われて、女性の妖怪といえばもちろん朝鮮なのかな、それとも小京大京ちゃん、さあ誰でしょう。分かった。さあ、若い頃はやんちゃしたもんだが、こいつら弱えな。軍マシンは強いのに。さあ、どんどん進みましょう。とにかく恵比寿しか特攻がいないから、本当はガシャね引くといいんだろうけど、あと恵比寿をそろそろ強くした方が良い感じかな。恵比寿今ね迷ってんだよね。超限界突破の書が6冊あるんでね。で、今超一突してるんだよね。んで、あそこには2個いるんだよね。だから何突させれるんだろうなっていうね。2冊3冊で超3突でしょ。それで1個余るのか。1個余るんだな。その1個で超4突をチャレンジして、外れたらあれか、それにすか。2突の時に1個でチャレンジしたとしても、どうせまた必要になってくるからね。お、今度はなんか純育がいた。約束だ、女どもを解放してやる。勝手なことを曹操様に怒られても知りませんぞ。あ、小京ちゃんだ。ということで命の恩人よ。何かお礼をしなくちゃね。俺っちのパーティーに来てほしいにゃん。吹雪姫、なんかおなじみのこの動きだね。この手がね、いつも何が起きるんだろう。あ、そうか、吹雪姫が多分後でサンタの格好になってくれるのかな。さあ、今度は曹操来ました。軍マシンってもっとでかいんじゃないのかな。本当は優秀な武将妖怪を集めるお前の策は間違っていない。それに俺は媚びない相手ほど余計に仲間にしたくない。その昔軍馬神カンを仲間にするために多くの馬や美女を送ったがダメだった。そうだね、あの馬を送ったよね。あの赤い馬だか黒い馬だか忘れちゃったけどね、あの馬ね。あれ本当なのかな。モテたちの誘惑、純育がなんか裏にいるけど、次は純育かな。やりましたね。ピンポーン。ストーリーどんどん進めたい。キュービ純育、そうかそうかそうか、書くか、キュービと書くか。そう、もう本当にね、曹操軍って感じですね。さあ、キュービはね、いやでも本当によくストーリー作ってくれたな。
これほんと消しちゃうのなんかもったいないね。片隅に置いといてほしいな。きな臭い。つらー。ケーキのろうそく。ウィスパー孔明のお尻にちょっと燃やしちゃった。モテモテ。さあ、モテモテン。もしかしてお前たちは冬にゃん早々の手先にゃん。バレたら仕方ないね。じゃあ彼女たちはうぜずくで奪わせてもらうよ。ということで、今度はね、順位区ですね。これミッションあるんだね。おお、ミッションクリア。これなんかよく見ると吹雪姫がいるね。ノーマルモードをすべてクリア。イベントコインガシャどんどんゲットしたいな。デイリーミッション。ハードモードに早く行かないといけないね。デイリーだからね。今日中に行かないとね。じゃあどんどん行っちゃいましょう。なんかこれ動画どうしようかな。長くなっちゃうな。吹雪姫ゲットっていう動画を作りたいんだけどね。こんなの楽勝だよな。これもどんどん行っちゃいましょう。キュービーシリーズですね。さあいいね、どんどん鍵が増えていくと。この鍵は何なんだろう。さあ7話まで来たよ。なんか今あいつがいたね。あ、順位区だ。おいらは順位区書くかね。なんか本当なんか少し楽しくなってきたな。曹操の地の両輪ね。各家は天下一の軍略家。ちょっと悪だけど戦いのプロと。もう今回は早々シリーズですね。さっきなんか見えてたよね。さあ順位区。のんきなことを言ってる場合か。策が失敗した以上引くしかない。地盤に流儀また会おう。なんかいいな。どこまで進めばノーマル終わるんだろうな。ずらずらずら。しょうがないね。敵も味方も一緒に楽しむ。それがクリスマス。さあこれで終わり。なんかさっき見えたよね、あいつが。あの方の悪い癖だ。兄弟であるほどもいる。もう十分に太らせた。美味しいところをいただいてもらおう。さあ騒動の正体ということで、最後はね、こいつがいるね、中達がいますね。ウサピョン中達。さあ7話まで来たけど、何話まであるのかな。さすが駒次郎尊敬、パーティーの名人。ピンポン。お、また来ました、ウサピョン中達。お前もパーティーに来たにゃん。今度は中達か。さすがに中達まで来たらラスボス感あるけど、どうなんだろう。さあまずは群馬氏の話、単刀直入に言おう。曹操様は貴殿たちを部下にしたいとのこと。部下。群馬神曹操は武将妖怪にもいい人材がいるという話を冬にゃん曹操から聞いただに。だから群馬神曹操はパーティーを開くといっていろんな人材を集めただに。そう、ガッツパーティーは三国志フィールドの武将妖怪を集める口実。なぜそんなこと。曹操様の癖。あの方はとにかく才が欲しい。優秀なものが目の前に現れると戦いも政治も放り出して、そのものを仲間にしたくなる。中達も苦労しただによ。中達は仮病でサボった。曹操は配下に縛ってでも連れてこいと命令。群馬神中達は諦めて曹操の仲間になったと。中達でもね、あのね、あれにやられんだよね、孔明にね。孔明が死んじゃった時にね。さあ強引な横暴にね、サピョン中達よ。あの白ちょびひげの武将妖怪、ウィスパー孔明。我がライバル孔明の名を持つも、もしや相当な知恵者か。孔
孔明シストもなんとかなんとかってあったよね確かね。さあここにいる武将妖怪は根こそぎいただく。花崗塔。いや本当に曹操軍オールスターズですね今回は。さあもう何分経ったのかな。花崗塔、曹操が一番信頼している彼の相手を私が務めようということで今後は花崗塔、カッパか、中達とカッパとウサギ来ましたね。8まで来ました。はいちょっとねもうちょっと相手が弱いんでもうちょっと戦いはカットします。さあ中達ね、これで終わりと思わない方がいいだによ。断れても切られても仲間を集める、それが曹操。まあ最後曹操なんだろうな。ノーマルは10個までかな、どうなんだろう。決着をつけに行く。さあそれでは策、仲間になると嘘をつく、奴らはきっと油断するはず、そこを近づいてバッサリ。ずる賢い奴にゃんねえ。でも群馬神曹操に近づくにはその手しかない。駒さん孫策、駒次郎孫権、一緒に来てくれるにゃん。ちょっと怖い、でも頑張る。みんなで力を合わせるずらよということで、ウサピョン中達案内よろしくね。嫌だに、やっただに、うん最強。ウィスパー孔明置いてけば OK っていうなんか謎のねいつものやつですね。さあガッツパーティーに突入ですね。そうそうね、行きましょう。これで終わりかな。ウニャン曹操、ジバニャン劉備たちを連れてきただに。おおでかしたぞ、早速ガッツパーティー歓迎だ。パーティーなんて実は嘘だったんじゃ。全国から人材を集めるんだ、それなりのものは用意してある。さあこちらには巨大なソフトクリームの滝だ。やばい、夢みたいずらってね。チョコ棒の塔、クリスマスの夜心ゆくまでガッツパーティーを楽しんでくれ。英雄たちを骨抜きにして自分たちに従わせるつもり、惑わされてはいけません。真のクリスマスパーティー、この塔に住んじゃうにゃん。このジバ野郎、一生修行するずら。兄ちゃんしっかり。さすがフイヤン曹操、弱点を的確についてくる。これだけチョコ棒やソフトクリームがあるのならと他の人の分までフニャン曹操が独り占めしてるはず。みんな絶対困ってる。なんだと、楽しいことも美味しいものも独り占めは良くない。あれ俺ちパーティーはみんなで楽しみたいの。お、みんな目を覚ましました。小細工は通用せんか。さあ正々堂々と勝負、これで終わりかな。最後ノーマル9、ちょっと戦いもうカットしたいね正直。これどんぐらい消費するんだろう。あ、宝珠1個でいいの、なんだ楽勝じゃん。もう一瞬で終わっちゃうからな。書こうと、もう1個かな。これはでもノーマルはちょっと弱すぎるよね。さあガッツパーティー、俺の命かそれとも領地か、なんか終わりが近づいてきてるね。俺っちのパーティーに来てもらうにゃん。そんなことでいいのか。これでパーティーがうんと賑やかになるずらね。お前たちには負けた、好きにするがいい。いいじゃん、友情の物語で終わりを。あ、そうはいかなかった。さあ最後ラスボス曹操ですかね。ちょっとノーマルはちょっとこれは俺の波動は誰にも邪魔させん。うん、行っちゃった。さあどんどんハグ終わりたい。これで終わり、いやまだだな。ちょっと2話を一気にやるのはちょっと間違いだったかな。数魚の交わり、あれウィスパーしかいない、来ないわけが。ウィスパー孔明を話すにゃん。お、助けに来た。グマシン恐れぬ勇気、ますます気に入ったぞジバニャン劉備。
俺は優秀な人材がいればどこにでも。お前の力、さあこの情熱を止められるかということで劉備だ。お、さあ最後の決戦かな。お前ら全員配下にしてやるということでラストだね。ノーマル決戦、超弱い。ちょっとごめんなさい、長くなっちゃったけど許してちょ、許してちょだって恥ずかしい。お前の力、ちょっと特攻が早く欲しいな。ふぶき姫サンタ、これでノーマルクリアでゲットできるのかな。さあ初クリア、エンディングです。お、ふぶき姫がいた、ようやく倒したにゃん。ふふふ、謎の高笑い。何がそんなにおかしいずら。宴ならもう散々やったではないか、ジバニャン料理。さまざまな人材をめぐり俺たちは死闘を繰り広げた。これはいわば天下を舞台にした宴だ。そういうもんかにゃん。これほどの宴を開けるのは天下広しといえどお前とこれだけだ。にゃんですと。懐かしいな、私も早々に言われたことがあった。天下の英雄は君と世だけだと。私は驚きのあまり箸を落としてしまった。果たしてジバニャン劉備は。なんか寝てる、失神してる。俺っちゃそんな大層な人物じゃないにゃん。ただパーティーを楽しみたいだけにゃん。だからもう構わないでほしい。ならば今回は去るとしよう。いつか必ずお前を手に入れてみせるぞ。さらばだ。ということで人の話を聞かずに駆け足で、さあエンディングです。クリスマスパーティーパーティー、まあ、この辺ね、後でねストーリーは見れるんだよね、雪のふわふわ。なんか駆け足でやりましたけど、これでねノーマルクリアということでハードが解放されましたと。あー、ようやくです。すいません、ふぶき姫。これでどうなんでしょう、これここでゲットするのかな。じゃあやっと、ごめん、ようやくだよ。はい、ふぶき姫サンタを獲得した。ふぶき姫からみんなにキラキラ粉雪のプレゼント、ふぶき姫サンタゲット。嬉しいね、プリチー。ということで最後またちょっとね、ハードをやりたいと思います。ちょっとうまくね動画編集したいと思うんだけど、一応ふぶき姫サンタね、さっきも見たけど、いろいろね、石材とか国取り特攻だね。そしてどうなんだろう、これ専用コンじゃなきゃっていうところでね、なんか10突超10突できるのかななんて思ったけど、そうではないらしい。そして一応メリクリ雪化粧と、ヒーラーなんだよね。そして国取りね、ポイントアップなんで、まあちょっとね、これからストーリーイベントね、ハードも進めて、極限の試練もね、できるようになったんで、80個いるのか、この辺もちょっと、後でお見せしたいと思います。ちょっとこれ辺やっていかないと、イベントガシャもね、引けないですし、ハードモードで一勝していけばこの辺、なんか最後攻めて、ちょっとあれか、長くなっちゃうけどごめん。ちょっと普通に出陣。ん？何これ、現在レベル1。どういうことなのこれ。もうめちゃくちゃだ。お前の力したことが見せてみろ。あ、これでねイベントコインガシャこれ引けるんだね。じゃあこれでレベル2に変わりましたね。なんかはい、最後じゃあこれ引いて終わりにしましょう。どんな感じなんだろうね。もうかなり長い動画になっちゃったな、ごめんなさい。よいしょ、赤玉よ。
こんな感じなんだね。はい、じゃあすみません、ちょっととりあえずね、ノーマルクリアしたんで、ちょっとね次はハードモードをね、やっていきたいと。ハードも多分簡単だろうね。はい、じゃあこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、皆さん吹雪姫何凸しましたかね。よろしければ教えてください。はい、コインガシャね、ちょっとまたまとめて引きたいと思ってます。うん、イベントガシャコインだね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。